皆さん、こんにちは。このビデオでは、みんなの日本語第10課、文法を勉強します。じゃあ、始めましょう。ベッド、テーブル、箱、椅子、テレビ、時計、窓、冷蔵庫、棚、ドア、スイッチ、木。ベッドがあります。There is a bed. テーブルがあります。箱があります。椅子があります。テレビがあります。時計があります。窓があります。冷蔵庫があります。棚があります。ドアがあります。スイッチがあります。いろいろなものがあります。いろいろなもの。Various things. いろいろなものがあります。木があります。木があります。犬、猫、象、パンダ、女の子、男の子、男の人、女の人、犬がいます。There is a dog. 猫がいます。象がいます。パンダがいます。女の子がいます。男の子がいます。男の人がいます。女の人がいます。いろいろな人がいます。いろいろな人。Various people. いろいろな人がいます。Please note, あります and います indicate the existence of a thing, a person, etc. あります is referring to inanimate things. Inanimate thing cannot move by itself. います is referring to animate things. Question. テレビがありますか? Answer. はい。あります。Answer? いいえ、ありません。Question. グプタさんがいますか? Answer? はい、います。Answer? いいえ、いません。練習。1番。テレビがありますか? はい、あります。2番。コンピューターがありますか?いいえ、ありません。3番、テーブルがありますか?いいえ、ありません。4番、時計がありますか?はい、あります。練習。1番、グプタさんがいますか?はい、います。2番、ゾウがいますか?はい、います。3番、猫がいますか?いいえ、いません。4番、女の子がいますか?いいえ、いません。女の子、girl。女の子がいますか?いいえ、いません。男の子がいます。ここは教室です。教室?クラスルーム。机があります。教室に机があります。教室に机があります。ここは教室です。学生がいます。教室に学生がいます。教室に学生がいます。練習、プラクティス。例1、教室、机。教室に机があります。例2、教室、学生。教室に学生がいます。1番、あそこ、ポスト。あそこ、over there。ポスト。あそこにポストがあります。2番、庭。男の子、
庭、ガーデン。男の子、ボーイ。庭に男の子がいます。3番、公園、ゾウ。公園、パーク。ゾウ、エレファント。公園にゾウがいます。4番、受付、佐藤さん。受付、リセプション、デスク。受付に佐藤さんがいます。受付に佐藤さんがいます。5番、ロビー、自動販売機。自動販売機、ベンディングマシーン。ロビーに自動販売機があります。あそこにテレビがあります。クエスチョン。あそこに何がありますか？アンサー。テレビがあります。アンサー。何もありません。何もありません。There isn't anything. あそこにハンさんがいます。クエスチョン。あそこに誰がいますか？アンサー。ハンさんがいます。アンサー。誰もいません。誰もいません。There isn't anyone. クエスチョン。庭に何がありますか？庭、ガーデン。庭に何がありますか？アンサー。自動車と自転車があります。自動車と自転車があります。クエスチョン。庭に何がいますか？アンサー。犬と猫がいます。犬と猫がいます。庭に何がいますか？犬と猫がいます。クエスチョン。部屋に何がありますか？アンサー。ベッドとテレビと時計と冷蔵庫があります。ベッドとテレビと時計と冷蔵庫があります。アンサー。ベッドやテレビがあります。Or you can also say ベッドやテレビなどがあります。Or いろいろなものがあります。いろいろなもの various things いろいろなものがあります。ベッドやテレビがあります means bed and TV and so on. Please note when to is used. Every items are counted. When ya is used, two or more representative items are counted. So, ベッドやテレビがあります。Bed and TV and so on. Question. 部屋に誰がいますか？田中さんと林さんとハンさんとカリナさんと花子さんがいます。田中さんと林さんとハンさんとカリナさんと花子さんがいます。アンサー、田中さんやハンさんがいます。田中さんやハンさんがいます。田中さん and ハンさん and so on. Or also you can say, いろいろな人がいます。Various people. いろいろな人がいます。Two meanings of あります。1、possession. 私は車があります。I have a car. 私は車があります。2、existence. 教室にテレビがあります。There is a TV in the classroom. 教室にテレビがあります。Place, the particle, occurrence of an action in the place means do some action in the place. For example, レストランでご飯を食べます。I eat a meal at restaurant. Place に particle, existence of thingperson, etc. in the place means there are something, there is someone. 教室にテレビがあります。
There is a TV in the classroom. 教室に学生がいます。There is a student in the classroom. 語彙の復習 Vocabulary Review 上、上、下、下、テーブルの上にコーヒーがあります。テーブルの下にチケットがあります。テーブルの上にコーヒーがあります。テーブルの下にチケットがあります。前、前、後ろ、後ろ、山田さんの前に田中さんがいます。田中さんの後ろに山田さんがいます。山田さんの前に田中さんがいます。田中さんの後ろに山田さんがいます。右、右、左、左、グプタさんの右に田中さんがいます。グプタさんの左にカリナさんがいます。グプタさんの右に田中さんがいます。グプタさんの左にカリナさんがいます。中、中、外、外、箱の中に携帯があります。箱の外に時計があります。箱の中に携帯があります。箱の外に時計があります。隣、隣、コンビニの隣に郵便局があります。コンビニの隣にレストランがあります。コンビニの隣に郵便局があります。コンビニの隣にレストランがあります。コンビニの隣、コンビニの隣。近く、近く、私のうち、私のうちの近くに公園があります。私のうちの近くに喫茶店があります。私のうちの近くに郵便局があります。私のうちの近くにレストランがあります。間、間、カリナさんと田中さんの間にグプタさんがいます。カリナさんと田中さんの間にグプタさんがいます。カリナさんと田中さんの間にグプタさんがいます。郵便局とレストランの間にコンビニがあります。郵便局とレストランの間にコンビニがあります。コンビニ、コンビニエンスストア。練習、プラクティス。Please follow the example. 例、車、猫。車の上に猫がいます。車の上に猫がいます。1番、木、パンダ。木の下にパンダがいます。木の下にパンダがいます。2番、箱、携帯。箱の中に携帯があります。箱の中に携帯があります。3番、冷蔵庫、女の子。冷蔵庫の前に女の子がいます。冷蔵庫の前に女の子がいます。4番、ドア、スイッチ。ドアの右にスイッチがあります。ドアの右にスイッチがあります。スイッチ。練習。Please follow the example. 例。テーブルの上。何？ Question and answer. Question. テーブルの上に何がありますか？ Answer. コーヒーが
あります。テーブルの上に何がありますか？コーヒーがあります。1番、ベッドの上、誰？クエスチョン、ベッドの上に誰がいますか？アンサー、男の子がいます。2番、テレビの隣、何？クエスチョン、テレビの隣に何がありますか？アンサー、時計があります。3番、椅子の上、何？クエスチョン、椅子の上に何がありますか？アンサー、何もありません。何もありません。4番、女の子の後ろ、何？クエスチョン、女の子の後ろに何がありますか？冷蔵庫があります。会話の練習、conversation practice。レイ、銀行。A さん、近くに銀行がありますか？ B さん、あそこに高いビルがありますね。あのビルの中です。A さん、わかりました。ありがとうございました。もう一度 A さん、excuse me、近くに、nearby、銀行がありますか？銀行？ bank。B さん、あそこに、over there、高いビルがありますね。高いビル、tall building。あのビルの中です。中、inside。A さん、わかりました。I see。ありがとうございました。Thank you。もう一度、A さん、近くに銀行がありますか？ B さん、あそこに高いビルがありますね。あのビルの中です。わかりました。ありがとうございました。1番、コンビニ、コンビニエンスストア。A さん、近くにコンビニがありますか？ B さん、あそこに高いビルがありますね。あのビルの右です。Or you can also say、あのビルの隣です。A さん、わかりました。ありがとうございました。もう一度、A さん、近くにコンビニがありますか？ A、あそこに高いビルがありますね。あのビルの隣です。わかりました。ありがとうございました。2番、郵便局、ポストオフィス。A さん、近くに郵便局がありますか？ A、あそこに高いビルがありますね。あのビルの前です。前、フロント。あのビルの前です。わかりました。ありがとうございました。もう一度、近くに郵便局がありますか？ A、あそこに高いビルがありますね。あのビルの前です。わかりました。ありがとうございました。クエスチョン、田中さんはどこですか？田中さんはどこにいますか？ Both are the same meanings. Where is Mr. 田中？田中さんはどこですか？田中さんはどこにいますか？ Answer: トイレです。トイレにいます。Both are the same meaning. In the toilet. Or you can also say: 田中さんはトイレです。田中さんはトイレにいます。Mr. 田中 is in the toilet. Question: 携帯はどこですか？携帯はどこにありますか？ Where is mobile phone? Answer: 箱の中です。箱の中にあります。In the box. 携帯は箱の中です。携帯は箱の
中にあります。The mobile phone is in the box or inside the box. 練習 practice. Please follow the example. 例、ハサミ。ハサミはどこにありますか？ Another example. 例、グプタさん。グプタさんはどこにいますか？もう一度、ハサミはどこにありますか？グプタさんはどこにいますか？1番、ゾウ。ゾウはどこにいますか？ 2 番、携帯。携帯はどこにありますか？ 3 番、パン屋。パン屋はどこにありますか？ 4 番、タクシー乗り場。タクシー乗り場はどこにありますか？練習 practice. Please follow the example. 例、携帯 question. 携帯はどこにありますか？ Answer. 箱の中にあります。もう一度 question. 携帯はどこにありますか？ Answer. 箱の中にあります。In the box. Another 例 example. パンダ question.パンダはどこにいますか？ Answer. 木の下にいます。Under the tree. もう一度。パンダはどこにいますか？木の下にいます。1番。女の子。Question. 女の子はどこにいますか？ Answer. 冷蔵庫の前にいます。2番。スイッチ。と、クエスチョン。スイッチはどこにありますか？アンサー。ドアの右にあります。3番、田中さん。クエスチョン。田中さんはどこにいますか？アンサー。トイレにいます。4番、コンビニ。クエスチョン。コンビニはどこにありますか？アンサー、郵便局とレストランの間にあります。Also, you can say, 郵便局の右にあります。Or, レストランの左にあります。Or, レストランの隣にあります。練習 practice. Please follow the example. 例、猫。Question. 猫はどこにいますか？アンサー、車の上にいます。猫はどこにいますか？アンサー、車の上にいます。Another example. 例、時計。The question. 時計はどこにありますか？テレビの右にあります。1番、自転車。Question. 自転車はどこにありますか？庭にあります。庭、ガーデン。2番、靴。クエスチョン。靴はどこにありますか？アンサー、スイッチの下にあります。おは、ドアの右にあります。3番、パンダ。クエスチョン。パンダはどこにいますか？アンサー、木の下にいます。4番、スイッチ。クエスチョン。スイッチはどこにありますか？アンサー、ドアの右にあります。5番、男の人。クエスチョン。男の人はどこにいますか？アンサー、庭にいます。練習プラクティス。例、クエスチョン。ゾウはどこにいますか？アンサー、木の下にいます。おは、大きい、ビッグ、木の下にいます。もう一度。ゾウはどこにいますか？木の下にいます。1番、クエスチョン。レストランの後ろに何が
ありますか？もう一度クエスチョン。レストランの後ろに何がありますか？アンサー。公園があります。Or you can also say 大きい公園があります。Big park. 大きい公園があります。2番。公園に誰がいますか？クエスチョン。公園に誰がいますか？アンサー。Nobody. 誰もいません。3番。ポストはどこにありますか？クエスチョン。ポストはどこにありますか？アンサー。郵便局の前にあります。郵便局の前にあります。In front of the post office. 4番。バス停はどこにありますか？バス停、バスストップ。The question. バス停はどこにありますか？アンサー。郵便局の後ろにあります。Also, you can say, 喫茶店の前にあります。5番、コンビニはどこにありますか？クエスチョン、コンビニはどこにありますか？アンサー、郵便局とレストランの間にあります。会話の練習、Conversation Practice。A さん、すみません。Excuse me. ミラーさんはいますか？ Is Mr. Miller here? B さん、あそこにいますよ。Yes, over there. テーブルの近くです。Near table. A さん、どうも。Thanks. もう一度。A さん、すみません。ミラーさんはいますか？ B さん、あそこにいますよ。テーブルの近くです。どうも。もう一度。すみません。ミラーさんはいますか？あそこにいますよ。テーブルの近くです。どうも。1番。田中さん。A さん。すみません。田中さんはいますか？あそこにいますよ。林さんと山田さんの間です。どうも。もう一度、すみません。田中さんはいますか？あそこにいますよ。林さんと山田さんの間です。どうも。2番、グプタさん。すみません。グプタさんはいますか？あそこにいますよ。ドアの隣です。どうも。ドアの左です。どうも。Or you can also say, ドアの近くです。もう一度、すみません。グプタさんはいますか？あそこにいますよ。ドアの近くです。どうも。読解 Reading Comprehension 私の家は静かなところにあります。うちの隣にきれいな公園があります。公園の前に図書館と喫茶店があります。私は図書館で本を借ります。そして公園で読みます。私の家は my house 静かなところにあります。静かなところ quiet place うちの隣に next to my house きれいな公園がありますきれいな公園 beautiful park 公園の前に in front of the park 図書館と喫茶店があります図書館 library and cafe 私は図書館で本を借りますI borrow books from the library. そして and 公園で読みます。I read the books in the park. 私の家は静かなところにあります。うちの隣にきれいな公園があります。公園の前に図書館と喫茶店があります。
私は図書館で本を借ります。そして公園で読みます。クエスチョン。私の家はどんなところにありますか？アンサー。静かなところにあります。クエスチョン。うちの隣に何がありますか？アンサー。きれいな公園があります。クエスチョン。図書館と喫茶店はどこにありますか？図書館と喫茶店はどこにありますか？公園の前にあります。クエスチョン。私はどこで本を借りますか？アンサー。図書館で借ります。クエスチョン。私は公園で何をしますか？私は公園で何をしますか？本を読みます。アンサー。本を読みます。今日のレッスンはここまでです。That's all for today. お疲れ様でした。Thank you for your hard work. And thank you for watching.